あの今回夢タウンさん久しぶりに私自身が行ったっていうのもあって、次に上げる動画、この次に上げる動画の方ではちょっとブラブラしました、で新しい商品見つけたのでちょっと食べたりしましたっていう動画を上げさせていただきますので、そちらもねまたあの投稿の方お待ちいただけると幸いです。はい、ではですね、あの目的の3COINS さんでの、商品買いが終了したので、ここからはあのせっかく夢タウンさんに来たということで、ちょっとお店の中ぶらつきたいと思います。はい、ちょっとね朝一すぐに来たっていうのもあって、まだね開いてないお店がいっぱいありますね。基本的に専門店とかは10時から開くみたいなんです。今ですね9時50分ぐらいかな、なのでそろそろ本格的に夢タウンさんが始動するかな。はい、私ですね今日、まあ、スリーコインさんがメインだったんですけど、もう一つねちょっとどうしても立ち寄りたいお店があったので、ちょっとねそちらの方ももうすぐ開店ということなので行ってみたいと思います。まだね全然準備の方は
終わってないみたいなんですけど。はい、というわけでですね、スリーコインズさんの買い物のメイン動画の、まあ、おまけになるんですけどね、今回のこの動画は、まあ、あのドトールさんの、まあ、期間限定商品なのかな、そちらいただけたのと、あとですね、あのサーティワンさんの、まあ、新しいフレーバーというか、まあ、そちらと期間限定で今出てるフレーバーっていう2種類をね、いただきました。まだね、もうちょっと販売してると思うんですよ、この動画上げてる頃には。はい、もし終わってたらごめんなさい。はい、なのでね、あのまだ販売されている間にですね、皆さんもぜひ食べに来ていただいてですね、私の感動を皆さんも共有していただければなと思います。というわけでですね、まあ、あの今まだ夢タウンさんの駐車場の中にいるんですけど、まあ、あのおまけ動画のですね、エンディングをですね、もうすでにこちらで撮らせていただきたいと思います。帰ったらですね、あのスリーコインズさんの方の動画を撮影し始めたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、この動画面白いと思っていただけましたら、評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。じゃあ帰りましょうかね。いやー、朝一に来て正解だった。今ね、人がすごい多くなってきてるんで、これから帰ります。スリーコインズの動画もどうぞ見てください。